おはようございます。はい、今日は2月26日の月曜日です。曇り空ですね。うん、寒いですね。外は冷えるだろうな、ということで会津木綿にします。ボタ織りの長襦袢と会津木綿の組み合わせが私は好きです。皆さんはどの長襦袢との相性が好きでしょうか。ね、普段着で着物着てると長襦袢との相性みたいなのこだわり出すと、もう絹に戻れない。まあ歩きやすさはね、絹には加点ですし、軽さもね、ある絹の方が軽いんだけども、ポリエステルも軽いって言ったら軽いか。この最初に一発目パンと着るときのとかのさ、着心地とかさ、やっぱ木綿だとね、ふわっとして気持ちいいんだけどね、ベスロンもヒヤッとしない、しないんですけどね。絹だとヒヤッとするのがちょっと温度差でジンマシン出やすい体質の私にはちょっと苦手かなと思う部分ではありますね。まあ、肌が敏感な方は多分絹より木綿の方がいいんじゃないかなとは思うんですけれど、どうでしょうかね。体質にもよるのかな。まあ、絹は肌にいいって言うけど木綿もいいですからね。まあでもどの道インナーシャツの肌触りに関わってるのかもしれないけどね。案外首ぐりから当たったりするんでね、長襦袢ってね、インナーシャツ着ててもね、ハイネック着てない限り直接当たる部分ってあるんで、手首とかその敏感な部分結構だから重要かなと思いますけどね。まあ、やっぱ肌弱い方増えてますよね。まあ、洗いすぎっていうのもあるだろうし、そもそも現代の人は土を触ってなさすぎるから皮膚が弱いんだと思うんだけど、単純に外にも出ないし、紫外線防ぐガラスの中で過ごしてるから、そりゃ皮膚は弱くなるよね。どう考えても鍛えられてないからね。外猫の肉球と家猫の肉球の違いと同じぐらい違うと思いますよ。やっぱ私なんかもちっちゃい時そこまで肌は弱くなかったけど、やっぱ外でめっちゃ遊んどったから、でちょっと大きくなって急に外で遊ばなくなってから皮膚トラブルが起きるようになった気がしますね。ものすごく、治りにくくなった。なんかお日様ってすごいよね。悪い膝、紫外線もあるかもしれないけど、必要な紫外線も ものすごく必要なんだろうなぁとは思うんですけどね。会津木綿、こちらはね、古今堂さんの
山田さんの会津木綿になります。はい。この子は、グレーっぽく見えるんですけど、茶色っぽくも。でも、どんどん着てるうちに茶色が目立ってきてるかな。ベージュが隠れてるんで、地味な色だけど、私も着れると。肌診断的にはイエベ春なんですけれども、くすみの強いものでなければだいたい大丈夫なんですけど、これ結構くすんでるからどうかなと思ったんですけど、ベージュ隠れてるからそこまで暗くならずに、あとは襟で明るい色を調節って感じかな。あ、こう押し立ても、古今堂さんでお願いしたものです。水通しも押し立ても古今堂さんです。会津木綿ってめっちゃ縮むっていうの有名なんで、水通し怖くて自分でできなくて、どこまで縮ましたらいいか分かんないっていうのもあって、2つ持ってるのどっちとも反物を買ったところで作ってもらってます。1つは小玉さんだし、1つは古今堂さんです。はい、水通しも全部お願いしてます。木綿の着物は水通ししないとどうしても縮むので、そこら辺がやっぱり慣れてないとこに押し立てはお願いできないなっていうものかな。で、今日は木綿三昧ですね。襟も木綿なんですけど、これは絹だぜ。ですね、こっちでも可愛いんだけど、今日はこっちにしたいんです。くるめがすりです。野村織物さんの半幅帯、くるめがすりの半幅帯です。こちらはもたはんさんの商品となります。黒がね、あんま使ってなかったなと思って、黒側使いたいなと思って、今日はこれを使いたかったコーデになるかな。水玉ではないんですよ、このプツプツは。かすりの点々点って模様がついてるんですけど、丸い水玉状態にはなってないです。もうね、卒業式だね、もうすぐ。皆さん体調に気をつけてくださいね。卒業式控えているご家庭はね、今年は本当に普通に皆さん集まれると思うし、マスクを絶対しなきゃいけないっていう写真にならないと思うし、合唱だってできると思うし、だけど消えたわけじゃないから病原体が気をつけてお過ごしくださいませ、ね、今インフルエンザも引き続きずっと流行ってますしね、いろんなとこで聞きますね。インフルエンザ、コロナウイルスは未だに聞きますんで、とにかくね、卒業式普通にできるようにね、
せっかくなったんだから体調整えて気をつけて滞りなく行えればいいなと思いますね。で今日帯締め栗色にしたんです。かっこよくないですか。ちょっとこう襟がまあ赤くて可愛いんですけど、ちょっと地味めなコーディネートにしたくって、帯をほら水玉じゃないでしょ、かすりのね黒い木綿の帯なんですけど、帯締めをもたはんさんのひびひもの栗色にして、この子がまあ茶色っちゃ茶色だし、ベージュっちゃベージュだし、グレーっちゃグレーなんですけど、なんとも言えない色なんですけど、まあこうやってやるとおお茶色の薄い感じかなみたいなに見えますよね。だから多分私合うと思うんですよね、イエベなんでね。はい、こんな感じでございます。はい、襟が北谷商店さんの手ぬぐい半襟、あられという柄です。この柄は本当にいろんな色で染められてるんですけど、二度染めとかにも使われてる柄なんですけど、ものすごく合わせやすいので、プツプツが苦手じゃない方はおすすめの柄ですね。初心者さんでも合わせやすいと思います。無地のように使えて柄襟なので、より普段感を楽しめるのではないかなと思います。素材もさらっとした手ぬぐいなので、肌の敏感な方も使いやすいと思います。はい、で、ボタリの長襦袢はこちらは染織こだまさんでお仕立てをお願いしたものです。はい、生地も染織こだまさんの生地です。あそこは基本的には持ち込みしがダメなので、買ったものをお仕立てなので、はい、買ったものをお仕立てしてもらっております。非常に着やすいです。問題は一切ございません。はい、で、着物がご近藤さんの会津木綿なので、原っぱさんではなくて、山田さんの方の会津木綿なので、ちょっと柔らかめです、スタート時点から、うん、でも張り感は同じ感じ、やっぱり会津木綿らしいこの横に節があって艶やかな感じがあってっていうのは、どちらの会社も、もう会津木綿って言ったら結構一番会津木綿はこれっていうのが似てるかもしれないですね。ちょっと織元さんによって硬かったり柔らかかったりはするけれども、糸が全然細いとかそういうのが全然ないので、私が知る限りはなんか会津木綿が一番統一性がある気がする。会津木綿って言ったらあれだよねっていうのが、だいたい会津木綿持ってる方はみんな統一、阿賀伊勢とかは薄地と普通地が全然風合いが違ったりするので、うん、だから薄地と普通地があるのとか厚地があるとかはのとこだと本当に皆さんのイメージがそれぞれ持っているもので違うんですけれども、会津木綿って大体こういう感じっていうのは同じだと思います。はい、で単幅はそんなにないんですけれども、ついで作ることもできますので、うん、ここね、うん、その会社、その購入されたところでご相談されたらいいと思います。はい、ご近藤さんですとちょっと長めに仕入れてくれてるので、継ぎやすいかなと思います。雪の長い方は、はい、かっこいいね、この赤にもやっぱり茶色成分が入ってるからだろうね。うん。そういうことなんだろうな。足元はこんな感じです。いつものエビス旅さん。はい。で、あ、今日かんざしいただいたやつでね。かわいいでしょ。うん。いただいたかんざしです。ありがとうございます。あ、おろく串も本当はいただいてるんですよ。でも、ご近藤さんでこの形いってるんで、ご近藤さんのって、まあ、もともとはご近藤さんの使ってたんで。今いただいた方を使っております。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、特に何もないです。ちょっと外
ちょっと出かけることがあるのでちょっと出かけてくるっていうぐらいですかね。まあちょっと冷える時あったかくなったり寒くなったりって体調崩しやすいので本当に気をつけてください。なんかね、あの暖かくなったり急にぐーって雪が降ったり繰り返してるんで、まあ、いずれあの雪が降るはなくなると思うんですけど、春になると思うんですけれども、ちょっとあの極端ですね。去年の夏から随分極端だなと。春はそこまでひどくなかって、割にこっちは安定した長い春だなっていう感じやったんやけど、夏からよね、あらっていう天気が続いてるのは、うん、まあいずれ落ち着くでしょう。はい、楽観的落ち着く時はありますよ、いずれどっかで。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい、会津木綿もそうですね、ちょっと寒い時も着やすいですし、寒いとはいえ、暖房の調節が難しくて洗濯機止まったね、あの急にもわっと暑くなったりとかってするときに、やっぱ会津木綿って通気性がめちゃめちゃいいんですよ。なので生地が厚い割に汗かいてもすがすがしいっていうのが特徴、いい特徴の一つですね。うん、結構風が強くても生地自体がしっかり芯があるのであんまりめくり上がらないっていうのもいいかなと思います。そのくせ風が抜ける場所があるので、伊勢木綿ほど風が抜けない感じがないのでパーンってめくれるっていうのがそこまでないかなと、普通にペラペラという感じかなっていう、印象がありますね。会津木綿の良さをお伝えするのであれば、あとはツヤが、横に節のある糸が特徴的なツヤを醸し出してて紬っぽく見える、なんか、のっぺりしてなくって表情がある無地でも縞でもっていうのも特徴ですし、割と女性は、腰紐でここで上げてしまうので、着てしまえばそんなに重くない、歩いてる時に引っ張られて重いって感じがあんまりない生地ですね。重さの割には、重い割に着ると軽いっていう面白い生地かなっていう気がしますね。あとはそうですね、がっちりしてるんで、なんか体幹が不安定でちょっと着物全体的に体預けたい時とかは会津木綿はとても楽ですね。骨盤が緩くなってて、なんか股関節が緩くってあんまり動きたくないんだけど、なんか洋服だとふわふわするっていう時とかに結構なんていうのかな、支えてくれるっていう感じの着物かな。そうですね、まああとはそうですね、なんかツヤもある程度あるのであんまり帯を選ばない、ツヤのある帯もマットな帯もどっちもいける、襟もそうなんですけどね、コーディネートに、多様性、いろいろコーディネート楽しめるっていうのはありますね。でも欠点ももちろんあって、やっぱ最初硬いので洗った時にでっかいシワがつきやすいですね、バキッとしたね。この子はもう何回も10回以上洗ってるので、こういう袖とかに振りのとことかにシワがもう出ないんですけれども、こういう、わかるかな、ここら辺とかに少しパキッてシワが残ってるんですけど、こういうのとかが徐々になくなってきます。こういうとことかにも少しシワ残ってますけど、徐々に洗っていくたんびになくなっていくんですけど、最初のうちは少しシワが洗った時につきやすいなっていうのはあります。それは原っぱさんも山田さんの会津木綿も同じ、なので脱水を弱くする対策を取るか、または全く脱水をしないか、生乾きの時に裏から軽くアイロンを、テカらないようにね、生地がね、アイロンをかけるかとかっていう対策を、する方がいらっしゃいます。私はいつも通りですね
いつも通り。脱水は1分が一番うちは短いので、1分は脱水かけます。よくパンパンパンってするぐらいですかね、早い、若いうちは。若いうち、新しいうちは、しっかりパンパンってするぐらいですかね。よくヘアアイロンでパンパンパンって干す前にするぐらいで、あとはちゃんと乾かして畳んで、片付けて、いろんな着物が上からどんどん乗ってくるので、自然とそれで押しアイロンみたいになって、まあ落ち着くと。でも最初のうちはパキッとしたシワとかも残ってて、でもそれはそのまま来てますね。私はあんまりアイロンをかけるのが負担がかかるので、生地が弱くなるので、やっぱついテカっちゃうんですよね。この縫い代とかが着物って多いじゃないですか。そこを踏んじゃうと表に当たってテカっちゃったりするので、なのでアイロンびかりの方がなっちゃうと厄介なんで、なのでアイロンは私はかけないです。でシワもまあ新しいからねっていうので 気にせず着てます。でそのうちなくなってくるのも分かってるし、別に焦らずにゆっくり着て、まあ、若いねまだまだって思いながら着てて、ある時点からあれ、もう笑ってもシワでんぐなんて、よ、年取ったのね、この子もとかになってくるんですよね。そういう感じです。さて、木綿の着物は楽しんでおります。まあ、よくアイロンかけてますかって質問はあるんですけれども、一切かけておりません。たまに腰紐のアイロンを洗った時に、手アイロンしてもうまくいかなかったらかけるぐらいかな。あとは、アイロンを出すときは、半襟の付け替えで、最後に手ぬぐい半襟とか洗うんですけれども、外してからももう一回ネットに入れて。でもやっぱりしっかり折り線ついてるので、それはアイロンをかけて片付けるっていうのはしてますけど、なのでつけるときにアイロンはかけないし。本当にアイロンはそんなに使ってないですね。もうすごく気楽に使ってます。なんか襟とここが似てていいね。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様、良い一日を。体調に気をつけて、春の大事なイベントをお過ごしいただけたらなと思います。それでは。これは毎回つくから、ぐるぐる。エンディングで。もっとキュッとなってもらわんと入りません。いいよ、何回言ってもいいよ。地域のみんなとつながろうよ。いきます。せーの。地域のみんなとつながろう。LINE オープンチャット。